武前善光寺駅は、大分県宇佐市大和東高家にある、九州旅客鉄道日本本線の駅である、地上駅である。以前は駅舎に接する単式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線の合わせて二面三線の設備を有したが、島式ホームの駅本屋側の抽選が撤去され、単式ホーム二面二線となった。駅舎は、 鉄骨造り平屋建ての三代目で2006年の建築である。二代目駅舎は1935年築で木造平屋建てだったが改築に伴い解体された。トイレは組取式であったが、現在は推薦式である。IC カード守護下は乗降とチャージのみ対応。 九百六十五年度には、乗車人員が三十九万八千八百六十二人、降車人員が四四十万千五百八十五人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。二千十五年度の乗車人員は九万三千七百五十六人、降車人員は九万三千三百六十九人である。一日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による、 年間乗車人員の値を各年度の日数で割った値。ありがとうございます。